安倍総理大臣は北朝鮮の動きを弾道ミサイル発射に向けたものと断定し強く非難しました。北朝鮮が弾道ミサイルの発射を強行することは明白な安保理決議違反であり、我が国の安全保障上の重大な挑発行為であります。米国やまた安倍総理はアメリカや韓国と連携して北朝鮮が発射を行わないよう強く自制を求めていくと強調しました。日本政府は北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議しました。また今朝外務省や防衛省など関係省庁の局長級会議を開催しました。さらに正午からは NSC 国家安全保障会議を開催し情報の分析などを行うことにしています。